さんがすぐに怪我をした方の救護に当たっています。ただいま使用してきたオートバイ隊は八王子消防署浅川活動2便と八王子消防団消防活動2便車隊です。中心次第の子会社震災の直後、被害状況を把握するため活躍するのが機動力のあるオートバイ部隊です。現在駆けつけた地元市民の皆さんが怪我をした方の救護に当たっています。震災の初期、最も力を発揮するのが共に助け合う力、共助です。皆さんの行動力が二次災害を抑える大きな力となります。現在地域の皆さんにより力を合わせた救護活動が行われています。黄色いのジャンパーを着て活動しているのは東京消防庁災害時支援ボランティアの皆さんです。また緑色のジャンパーを着て活動しているのは八王子女性防火協会の皆さんです。地元の皆さんとともに怪我をした方の救護活動に当たっています。オートバイ部隊は応援部隊の要請後、倒壊した建物でも救助活動に当たります。逃げ遅れて怪我をした人がいる模様です。あ、炎です。火災が発生しました。突然上がった小さな火の手がどんどん広がりながら一つになり、街中は火の海と化します。こうなるともう消火が困難です。小さい炎のうちに消してしまうことが重要です。皆さんが協力し、火災の被害を最小限に抑えています。無事火災を消し止めることができた模様です
か真ん中へ、真ん中ね、来てる。現場には医療チームも駆けつけ、懸命の救命活動を行っています。交通事故の現場では無事警視庁救助隊により逃げ遅れた方が救出された模様です。現在倒壊した建物では医療チームによりクラッシュ症候群への対応や機関内相関などの医療処置が救出活動と連携して行われています。やはり上記の活動ではなくて現在、ドクター救命所です。ドクターの救命所です。ドクターの交通事故車両からの怪我をした方を搬送しているのは八王子市赤十字保守団の皆さんです。校舎中央をご覧ください。校舎の屋上から斜めにロープが張られています。早く安全に助け出すことができる救助方法です。本日の訓練には八王子医師会東京救命研修所エレクタ東京から医療チームも参加しております。どうぞお手持ちの傘など十分にご注意ください。まもなく上空に消防ヘリが到着します。赤い機体に白いライト、東京消防ヘリコプター1人が到着しました。
で休業演習を終了いたします。一旦集まるんで、パソコンや携帯電話のメールに発信する投票が行われます。各隊関係者の皆様は投票台テーブルに従い、本部前指定の公表を行います。八王子市長相談願います。また先ほど来まで佐賀市の阿部市長にも、ご参加をいただきました。浸水被害、土砂災害、こういった心配もされるわけでございます。こういった自然災害につきましては食い止めることはできませんけれども、我々の日頃の備えによってできる限り最小限、被害を最小限に食い止める減災に待ち続けを進めていきたいと考えておりますけれども、昨年の東日本大震災、これで明らかになりましたように、いかに自助・共助の災害に強い待ち続けを進めていきたいと思っております。結びに大変多くの皆様にご参加をいただきました。心から感謝を申し上げまして、公表とさせていただきたいと思います。大変皆さんお疲れ様でございました。